S 級水雷艇。S 級水雷艇は、フィンランドの水雷艇、である。元は、ロシア帝国海軍の水雷艇で、フィンランドが、ロシア帝国から独立を果たすことになった、ロシア革命から、フィンランド内戦に勝ての動乱期に、フィンランド独立派によって捕獲され、その海軍へ編入された。フィンランド海軍の S 級水雷艇は、 ロシア帝国で19世紀末から20世紀初頭にかけて建造された6隻の水雷艇からなっていた。その内訳には、実際には2種類の異なる球が含まれており、大型の S1 から S5 がソーコル級、小型の S6 が改めスウンガリ級であった。フィンランド名の S 級とは元の環球名の一方であるソーコルの頭文字に由来している。また、フィンランドでも、 ソコル級と呼ばれることがあるが、実際には、ロシア帝国のソコル級以外に改めスウンガリ級を含んでいるため S 級として区別する。ロシア帝国のソコル級は、イギリスのハボック級水雷帝駆逐艦を手本に、従来の水雷艇より、公用性能を改善した大型の水雷艇として設計された。実質的に、ロシアで最初の駆逐艦であり、1907年には新たに、 制定された艦隊水雷艇に正式に類別が変更された。しかし、第一次世界大戦時にはすでに旧式化し、一部は総海艇として運用されるようになっていた。フィンランド海軍ではすでに駆逐艦と呼ぶには、能力的に見合わなくなっていた。ソーコル級を、ショーの改め数運狩り級と同じ水雷艇に類別し、定級もひとまとめにした。六隻は、 ロシア革命とその後のフィンランド内戦によってフィンランド勢力に捕獲され運用された。その経緯は以下のようであった。1917年秋にボリシェビキによる10月革命が発生するとこれを契機に旧帝国領内各国においてソビエトロシアからの独立運動が一挙に本格化。一般にロシア内戦と呼ばれる激しい戦闘状態発生した。 反対派のリハム運動に対し、ボリシェビキは赤軍の軍事力とプロパガンダ工作によって反対各派に対して優勢を占めた。しかし、その状況は反対各派がそれぞれドイツ帝国など中央同盟国と連合したことにより一変し、1918年春までにはボリシェビキ派は各地から放逐されるに至った。フィンランドは ナポレオン戦争以来ロシア皇帝が対抗を兼任するフィンランド対抗国としてロシア帝国の一部に組み込まれていたが、ここでもやはりソビエトロシアからの独立運動が行われた。ボリシェビキに属するフィンランド赤英軍に対し反対派はフィンランド白守軍を組織し、1918年1月には本格的な武力闘争を開始した。一方、 ドイツ帝国軍はシロを守る軍に呼応して、ロシアの重要な軍港であったハンコを制圧した。ソビエトロシアは、ドイツとの間に結んだブレストリトフスク条約により、フィンランドからの軍隊鉄の義務を負うと同時に、フィンランド湾に停泊していた旧ロシア帝国バルト艦隊所属艦艇を、ロシア本国へ引き上げる権利を得た。しかし、その一部は、海面凍結の影響により、 ワンより引き上げることが来なかった。それらの艦艇はソビエトロシア政府からソビエトフィンランドへ譲渡されたが最終的に内戦に勝利したフィンランド白守軍とドイツ軍とにより捕獲された。4月13日になると白守軍はそれらの艦艇からフィンランド海軍を編成することを決定した。フィンランド海軍に編入されたソーコル級には そのロシアでの環球名にちなんで S1 から始まる艇が与えた。そのため、これらはソコル級、または S 級水雷艇と呼ばれるようになった。なお、同様にロシアから捕獲したイクローン級水雷艇も C 級としてフィンランド海軍に編入されている。S 級水雷艇は最終的にはおよそ7年にわたってフィンランド海軍で運用された。運用初年には S 級はバルト海戦域に投入され、ソビエトロシアの赤色艦隊に対するイギリス艦隊の軍事作戦支援した。1920年にフィンランドとソビエトロシアとの間にタルト条約が締結されると、S 級はじめ旧ロシア帝国艦艇はロシアへ返還されることとなった。引き渡しは1922年に実施されることになったが、S 級が すでに決定的なまでに旧式化していると判断した。ロシアはそのうち3隻を受領せず、そのままフィンランドへ売却した。フィンランドはこれらの水雷艇を自国の海軍へ編入した。残る3隻については、除籍、解体を前提にロシアへ寄港した。これら3隻は1925年にソ連で解体された。フィンランド海軍に編入された3隻については、 その後も運用が継続された。しかし S2 は1925年に暴風雨に起因する事故により沈没、翌1926年に除籍となった。S1 は1931年から1932年にかけて標的艦に回収、訓練用に使用された後1939年に退役した。S5 も同様に1939年で艦艇としての 使命を終えたが、第二次世界大戦と継続戦争の勃発により、急遽水放題に改装され、来週するソ連の航空機に対抗する防空放題として1942年まで使用された。ここでは、ソーコル級と改めスーンガリ級のうち、フィンランド海軍の S 級に含められた艇のみ記載する。ソーコル級は合わせて27隻が建造され、 ロシアとそれから独立したフィンランドやウクライナ、日露戦争で捕獲した日本で運用された。一方、改めスーンガリ級の建造は2隻のみで、フィンランドの他はロシアで運用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。